なるほど。ゼノスの体で。この世界での冒険の成果といったところか。そこまでよ。趣味の悪いいたずらは。迷惑をかけてしまったようでごめんなさい。途中で目が覚めたから、あなたたちが戦っている間に抜け出してきたの。ねえ、アシエン・エリディブス、少し私の話に付き合ってもらえるかしら。あなたが何者で、今この世界で何をしようとしているのか、なかなか面白い推論を立てたの。エリディブス、あなたは、あなた自身が蛮神なのでしょう。収束させるためにゾディアークを創造した。彼らの創造魔法が蛮神召喚の根源たる術、つまり想像や願いから何かを作り出すものだとして、ゾディアークに込められた願いは何だったのかしら。答えはアニドラスの記録の中に残されていたわ。私だって週末を前にしたらこう願うでしょうね。世界を救いたいと。記録にはあなたがゾディアーク召喚の際に核として身を捧げたとあったわ。世界を救いたいという願いが満ちるほどに強くなるはず。だからあなたは英雄、光の戦士を目指せと人々を焚きつけたね。アルバートという象徴まで使ってね。そうだ、私はそういうもので、だからこそ英雄を利用してきた。ある時は手を取って導き、またある時は敵対者として成長を促した。さらには本人になって世界を先導したことさえある。それは私が力を得るための手段であると同時に、同胞たるアシエンたちの暗躍する舞台作りにも役立った。エヴカ戦に至っても国と同じだ。そう、あなたもまた歴史のただ中で思い知ってきたのでしょうね。世界を救うという一年でさえ、きっとあなたの時代よりも
私にそれを問う必要などない。己が変質し内から何が駆け落ちていたとしても、私は自分の座を役目を覚えている。14人委員会の同胞たちは時に助け時に正しながら星と人のために計画を遂行する。エリティブス、その名こそが私の全てだ。